皆さんこんばんは。モナリザクロームでございます。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。暑いっすね。さて皆さん、今日は昨年私がよく訪問していた石狩炭鉱跡、炭鉱の跡地ですね。その中でも特にこう気になっていた育春別っていうところにある炭鉱住宅を訪問しました。まだ人が住んでいるところもあったりしますが、まあ古い住宅が残っているところですので、今日はこちらニコン ZFC とキットレンズ、この組み合わせで訪問しました。まずはそれをご覧ください。I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time.I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago.But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. いかがだったでしょうか。今日の育春別はめちゃくちゃ暑かった、まあ、出発する前は曇りでした。曇りだから行ったんですよ。ところが現地に着くともうカンカンですよ。今の車には外気、外の気温が表示されますが、なんと34度、汗だくでの撮影になりました。で、最初の方に出てきた住宅、これは昨年東京の文京区のギャラリーニューで開催させていただいたニコン DF 友の会写真展、あそこで公開させていただいた住宅でございます。1年ぶりに実際に足を運んでみると、昨年よりも傷んでいましたね。たった1年ではありますが、手入れをしていない木造建築っていうのは劣化が激しいっていうことを思いました。まだ一部住まわれてる方もいらっしゃるんですよね。今後どうなるのかなと少し心配になりました。この育春別にはまだたくさんの炭鉱住宅が残されているんですよ。で、その中には比較的新しい住宅もありますが、見ていただいたら分かりますが、
その植物の生きる力、これは強大です。2階建ての住宅の2階の部分まで雑草や木が侵食していってるんですよ。すごいエネルギーですね。このコンクリートのひび割れたところや隙間、そういったところからもう植物がどんどん出てきている。生物が持つエネルギー、まあこれはすごいなってね、改めて感じましたね。今回育春別の炭鉱住宅に行くのが目的とお話しましたが、実はもう一つだけ目的がございました。それは前回行けなかった食堂、行ったんですけど閉まってたんですよ。もうすごくこう建物自体がね古いんですけども、風格があって惹かれていたんです。ああここで食事をしたいってずっとね心の中に残ってたんですよ。で今日は開店してました。さらしな食堂って言うんですけれども、この食堂はこの地区はね、最盛期には6万人以上の人が住んでいたんですよ。でその町で働いていた炭鉱夫の皆さん方に愛された食堂なんですよ。入ろうとしたらもう満席、すごい人気です。お盆ですからね、帰ってきてる人もいます。でこのさらしな食堂は数年前に3代目のご主人が亡くなられて閉鎖されていたんですが、町おこし協力隊の皆さん方によってこう再開されたということでございます。再開にあたっては、その先代から代々引き継がれているレシピ、これを研究して、味を再現したということです。大変だったんじゃないかなと思います。でここはそばが有名なんですが、ラーメンを頼んでる人がいましたので、私もラーメンをお願いしました。すっごく小さい昔のまんまの丼で、その丼に昔のラーメンがそのまま入ってるんですよ。醤油とか味噌とか塩なんかないです。ラーメンたらラーメン一種類しかないんです。懐かしい味がしましたね。美味しくいただくことができました。 ZFC とキットレンズを持っていきました。やっぱり軽いのですごく楽ですね。16-50mm ですから、フルサイズに換算すると 24mm から70mm、 だいたいこれがあれば撮れないものはありません、いつもであればもう近くに行って撮ったり離れたり、単焦点レンズを使ってますからそういうことをするんですけれども、めちゃくちゃ暑い、34度ですから、まあこのズームレンズでよかったなと思いました。ということで今夜もご視聴いただきありがとう。